92cm 半、タローとナックス・ゲルツは、ドイツに、かつて存在した、カメラ及びレンズのメーカーである。古くは、ゴルツと、日本語表記されていたが、これは誤りである。ミニコード暗号日本では、新聞社に写真部ができた、当初の大正年代から、報道カメラとして使われ、日本最初の報道用を代表する、フォールディングプレスカメラ。テナックス現行当時は、 イカのベベと並び称された名器であった。各種のカメラがある。ボックステンゴールミニコードセロールセロールは4群4枚、構成。エミールフォン夫婦設計。もともとは、ゲルツドッペルアナスチグマートシリーズ i ーであったが1904年より、セロール名となる。オーバンヨーダゴールゲルツを代表する名レンズ。エミールフォン夫婦設計。2群6枚構成。ドグマードグマー。 オーバン用、ゲルズドッペルアナスチグマートハイペルゴンハイペルゴンワニ、軍2枚の広角レンズ。エミールフォン夫婦設計。風車様のものがレンズ中心にあり、風車なしと風車ありで多重露光を行い周辺光量の低下を補正する。レンズシャッターは使用できない。オーバン用パンター2軍8枚。 ドッペルアナスチグマートシリーズイーヤの後継として設計された。シントールシントールは4軍4枚構成。もともとはゲルツドッペルアナスチグマートシリーズ ID であったが1904年よりシントール名となる。オーバン容器のハイパー機のハイパー。C マウントパイヤールのボレックスに供給された。ありがとうございます。